はい皆さん消耗してますかはい、えー、というわけでね久しぶりにビットコイン価格が下落している時の動画ということで、えー、ちょっと、えー、ネタとして話していこうと思います、えー、ご存知の通りビットコインと、まあ、仮想通貨全般の価格がこの数日間めちゃくちゃ急激に下落していてですね340%くらい下がったんですかね、この数日でっていう状況になっています。はい で元々今日はですね株式投資家がビットコインについて勘違いしていることっていう動画を撮ろうと思ってたんですけどこれずっと前から撮ろうと思ってるんですけどどんどん,どんどん後回しになっちゃってですね永遠に撮れなくて結局価格が下がってきちゃったんでそれについてちょっとコメントを先にしようと思います。はい えーまあ、知ってる人もいるかもしれないですけど18年くらいに、ね、価格がもうどんどんこう17年のバブルから下がっていくタイミングがあって、まあ、その時にたまに、ね、ネタで皆さん消耗してますかとかって言ってたんですけど、まあ、今、ね、消耗してる人結構いると思うんで、えー、今回はでもビットコインの価格が下がるとむしろ喜んでる人たちがいるとなんで喜んでんのって話をしていこうと思います。はい、でそのの話をする前にです、ね、元々この 株式投資家どうのって話の動画を撮るときに、シグノスの宣伝をしようと思ってたんですよ。で、シグノスの宣伝しようと思ったんですけど、え結局それがどんどん後ろ倒しになってるんで、できないんで、自主的にシグノスさんの宣伝をちょっと <laughs> します、すいませんってことで、シグノスあの、レンディングサービスですね、ビットコインとかその他の仮想通貨をえ貸し出すことで、えーま、金利のようなものをもらえるっていうような、えー、サービスです。はい で最近、あのビットコインとイーサリアムイーサーの、えー、レンディングの、えー、上限額、上限下限か、最低金額を引き下げたようなんで、確か0.1って言ってたと思うんですけど、えー、まあ、より、えー、サービスの使用がしやすくなったってことなので、興味がある人は、えーまあ、見てみてください。<laughs> 自主的に宣伝します。<laughs> というわけで、ちょっと話をしていきましょう。でビットコインの価格がまあ めちゃくちゃ急落して悲しんでるっていう状態に関してなんですけどまず、えーまあ、なんでそんな、あのー、悲しんでないというか喜んでるくらいの人がいるのかって話の前に、えー、今の状況はですねいろんな動画で他にも話してましたけど正直に言うとあまり良くないです、全体的に環境は。でまあ、具体的に言うとテスラ のまあビットコインに関する批判まあ環境面での批判だったりとかもありましたしえビットコイン単体で考えるとえ大きなやっぱり材料がないというのは一つ課題としてあってあとはえこれも実はクリプタクトの斎藤さんと別に撮影して後で公開する予定なんですけどあのビットコインとか仮想通貨の市場の外を見ても株式市場とかが全体的に低迷していた,いたりとかマクロ環境もあんまり良くなくて。 もろもろ考えると今ってあまりビットコインに関しては良くない材料の方が多いのでもう少し下がってもおかしくはないくらいの状況だとは思っています、まあ、自分はそんなちゃんとした投資家とかトレーダーって感じじゃないですけどやっぱより経験があってそういうのを詳しく見ている人に聞いても全体的にはそういう,こう感触っていう感じですね、まあ、なのでそこはちょっとあの意識しておいた方がいいかなと思います。 でだからこのあとすぐ反発するかどうかとかそういうのは分からないんですけどただ同時に17年にも、ね、似たようなこう上がっていって340%下げるっていうのは結構よくあることなので、まあ、そこの判断は最終的には自分でしなくてはいけないですよね。というわけで、えー、まあビットコイン価格が下がったらなんで喜ぶ人がいるのかって話で本題を話そうと思うんですけどまず一つ目ですね一、えー、つ目ビットコイン価格が下がるとですね、えー、他の アルトコインの価格も基本的にはビットコイン以上に下げることが大体ほとんどでそうするとイキリが減るという、ねえー、ことがありますで、えー、っとこの数日の下落の前に結構やっぱり全体的に見ていてもいわゆるイキリみたいなその俺天才なんじゃないかとかこんなの簡単だみたいな発言が増えてたんですよね明らかにで自分はそれを見てあやべやべやめてくれよって思ってたんですけど えーまあ、別に生きったから下がるわけではないんですけどそ,のそれくらいなんかおかしい相場バブル何でもかんでも上がってだ誰でも勝てるみたいな相場っていうものが、えー、みんなそれを意識し始めると、まあ、そのタイミングでバーンって下がるっていうのはまあ本当によくあることで今回もまあそれがあったんで、あのーまあ、ただ、ですねそういう生きりが増える問題なんですけど。その こういう相場の中では何でもかんでも上がるバブル相場みたいな状況ではその長期的に価値があるとかえ技術的な持続性や新規性があるとかそういうものと,そういうものとは別に勝手に価格がどんどん上がっていくわけじゃないですか何でも誰も使ってないようなコインでもでそうすると短期で上がってるだけなのか長期的なその価値を認められて上がってるのかっていう差がどんどん分かんなくなってきて で短期で上がってるだけなのに俺が正しかったとかなんかそういう風な発言がやっぱりどうしても増えるんですよね。でこれは別にビットコインあアルトコインだけの話じゃなくてビットコインでも同じことは言えるんですけどその短期の話をしてるのか長期でどうなのかって話の差が分からなくなってくるのがすごい大きな問題で価格が下がるとやっぱりみんな冷静になるので、まあ、ちょっとはねちょっとは <laughs> まあそういう点では価格が下がるとあこれでみんな少し冷静になって もうわけのわからない言説が減るから、まあ、そっちの方がありがたいなと思っているところはあります、うん。で、まあでもこれでまた価格が上がっていくとね、結局同じようなことをまた言い始めて、これの繰り返しなんですけど、まあ、ちょっと一旦ここで少し冷静になるタイミングが来たのは悪くないんじゃないのかなとは思います、はい、いや、本当にね、その例えばあの具体的な銘柄でいうと、17年とか、やっぱり XRP とかってめちゃくちゃ上げた銘柄の一つでもうものすごい。 まあ、イキってたわけですよ簡単に言うと、まあ、別に XRP に限ったことではないですけどでみんなもうこれでみんなお金持ちだと <laughs> 俺たちは正しかったんだって言ってたんですけどただ、XRP の問題って別に価格が上がる下がるとかではなくてですねもともと違法的な証券を売ってるんじゃないのかとか銀行で利用されてるって言ったけど本当は利用されてないんじゃないかとか、まあ、そういうような批判をされててそこが何も変わってないのに価格だけ上がっていく。うん、で他の今の今 他のことる別に誰に使われてるわけでもなければその持続性があるわけでもないのに価格が上がると俺が正しかったっていうのはやっぱりそれはねあのやめといた方がいいと思いますね全体的にただそういうふうに言ってる中で意見で正しいものもあるとは思うんですよただそのバブル相場だとそのどれがどっちなのかって判断がすごい難しくなるので、えー、まあここで一旦冷静になるのはいいんじゃないかなと思います2つ目 えー、ビットコインの価格が下がると喜ぶ人たちがいる理由はやっぱり買い場がでできるからってことですよねで今もう焦って売ろうとしちゃってる人もいると思いますしむしろここでさらに買い増そうとしてるみたいな人もいると思うんですけどやっぱこういう状況で理解度の差だったりとか覚悟の差みたいなのが出るので、えーまあ、今がチャンスって思ってる人も結構いると思います。 で例えばマイクロストラテジーねビットコイン爆買いでも有名になっちゃった会社の、えー、マイケル・セーラーさんはこのタイミングでさらに買いまくってますしビットコインを、えー、まあそれがね果たしていい戦略だったかどうかまだわからないですけど、えー、まあ人によってはこれはチャンスだとうんでただまあ冒頭言った通り今って材料あんまりいいものが多くなくてここからさらに下がる可能性もあるので なんかあのー、無責任に今買うべきですよという方は当然言わないし別に買う必要全然ないと思うんですけど、うんまあ、ここが今のちょっと初めてのテストっていう人もいるんじゃないかなと思います今までは結構なんだかんだずっと上がってたんでとりあえず簡単に買いましってなるんですけどやっぱり下がるとそこでいろんな理解度だったりとか、まあ、何をしたいのかってところが、あのー、問われるので、まあ、今、ここがあの選別が進んでるって感じでしょうね。はい でまあ、17年の相場とかその前からいる人とかっていうのはこういう振り落としみたいなのを何度も何度も経験してるんで、まあ、結構今も冷静だと思うんですけど、えー、初めてこういうサイクルを経験する人たちはちょっとやっぱ冷静になって、えー、一旦このタイミングで何で自分が買ってるのかとか、えー、何で上が,上がると思うのかもしくは下がると思うのかっていうまあ点検をした方がいいんじゃないのかなとは思います。まあ、そういうい情報を、ね、結構反ででも出してるんで 聞いてればある程度、自分で多少、ね、あの判断できるとは思うんですけどで最後、3つ目3つ目ですけど、えー、価格が下がると嬉しいのはですね、えー、開発に集中できるようになるからなんですよね。で、えっと、この界隈別にみんな全員が投資家とか投資で目的で入ってきているわけではなくて、えー、むしろその、えー、企業の 題材としてとかあとは開発者としてオープンソースの開発に携わっている人とかそういう人たちもいるわけじゃないですかで彼らがむしろ長期的には最も重要な存在だと思うんですけど、えー、ただですね、そのバブル相場みたいなのが来て価格が何でもかんでもバンバン上がっちゃうとですねその、やっぱりそういうトレンド短期のものにすごい惑わされやすくなるんですよね。でやっっっぱり例えば NFT がすごい流行ったってなると、 今まで全く違う事業をやってたのに NFT が流行っててそれをやらないと資金調達ができないかもしれないからとかって言ってじゃあ NFT やろうとかっていう判断をしやすくなるんですよねでそういう誘惑が増えるんですよでそうするともともと NFT 関係ないところがその便乗してやったりすると例えばね別に NFT に限らずなんですけどその本当はもう少し長期的に、あのーまあ、価値があるはずだったサービスでやってた会社がなんか訳の分からない方向性にいっちゃって 結局そっちはもしかしたら失敗するかもしれないですしその遠回りさせられるというか正常な判断が難しくなるというところがまあよくあるんですよ、これやっぱりね、あの授業をやっている人があるとかだと今も悩んでいる人いると思うんですけどでだから価格が上がるとそういう弊害があってですね、でそれが下がってくるとみんなそんなバカみたいに訳のわかんないコインとか買わなくなるんで。 えー、なんかスキャムプロジェクトみたいなのをするインセンティブが減るんですよね、もう本当に長期的に価値があって、あのーまあ、どんな市場の状況でも使ってくれるようなサービスを作らなくちゃいけなくなるので、まあ、そういうインセンティブがちゃんと揃うっていうのは、えー、開発をしてる人にとっては、実はありがたい話だったりします、だからコツコツ開発してる人たちにとっては価格が下がると、まあ、彼ら何も言わないですけど、むしろせいせいしてるというか、良かったなと思ってる人、結構いると思います。 自分もそういう気持ちは結構あります。はい。はい、というわけでね、まあこれが、まあ、大した話じゃないんですけど、ビットコインの価格が下がるとですね、まあ喜ぶ人たちもいるよということで、まあなんかちょっと参考にしてもらえばいいんじゃないかなと思います。えー、ちなみに最後ね、個人的な話なんですけど、 価格が下がるといいことの1つに、ですね界隈の外の人からやっぱ仮想通貨終わったじゃん、だめじゃんとかって言ってこう勝ち誇られるんですよで、これは普通の人からしたらまあ悔しいみたいな話かもしれないですけど、自分からしたらまあそういう風に言われるとあ、よかったよかったと、ま,あ、まだまだその成長の, <laughs> あのポテンシャルあるんだなと思えるんで、まあ、むしろねそれくらいバカにされるくらいの方がむしろいいところがあってですね。えー、まあその もともとバカにしてるような人たちが入ってきてわけのわからないことを言い始めることの方がある種のリスクがあったりするのでまあなんか価格が下がってバカにされたら、まあ、むしろ喜ぶべきなんじゃないかなとかってちょっと思うんですけどね、はい、<laughs> というわけで以上です、えー、今日はまあ価格がね動いたりするとやっぱその話が中心になっちゃうんであんまり本来本当はよくないんですけど5月の22日ですねビットコインピザで初めてビットコインで、えー、まあ物が買われた日 うん、まあピザなんですけどピザが買われた日として有名な5月22日にですねライトニングネットワークの開発関連の状況をこの1年どうなったのか、えー、まあ最新のトレンドみたいなのをちょっと紹介するっていう結構あのクオリティの高い放送になると思うので興味がある人はぜひそちらを見てみてくださいこれは放送するので皆さん、まあ、ピザでも食べながらゆっくり話しましょうって感じですあとは、えーまあ、価格の話ばっかりなら良くないって話もそうなんですけど、えー チェイントップのズチさんと、えー、技術関連の一問一答みたいな例えば量子コンピューターって、えー、ビットコインを破壊しないんですかみたいな、まあ、よくある質問ですねそうよくある質問を一問一答形式で回答してもらうっていうようなシリーズをちょっともうすでに,に収録してるんでそれを、まあ、今週また公開したりしていきます、はいまあ、価格が下がると皆さん悲しいと思うんですけど、うんまあ、むしろそういう時こそ理解度を高めたりとかまあ 生産的なこと開発だったりとか、まあ、プロダクトいじるでも何でもいいですし別に、まあ、それは個人の自由なんで何でもいいんですけど、まあ、そういうことをしてあんまりそれに、うんまあ、気をとらわれすぎないことが重要かなと思いますで理解度が上がっていけば今手放すべきなのかもしくはビットコインより有望なものがあると思うかもしれないですし別にそれはそれでいいと思うんですけどやっぱ自分でそういう理解度を上げないと投資の判断とかもできないと思うので、まあ、要は勉強したらいいんじゃないのって感じはします はい、というわけで以上です。はいまあ、価格が下がってね喜んでるって通常で考えるとちょっとおかしい状況なんですけど、まあ、この界隈に限ってはそういう人結構多いと思うんで、えー、まあ <laughs> そんな消耗する必要はないかと思います。では